染み抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、こちらウール 100% のダッフルコート、洗濯表示はドライクリーニングになっております。ご家庭で水洗いしてしまったことによってですね、型崩れ、縮み、風合いの変化、そういったものが気になるということで修正のご依頼をいただきました。パッと見違和感はないんですが、ご覧のように大きくしてみますとですね、シワがちょっと目立つかなというふうに思います。ただこのお腹のところのポケットのフラップ、そしてこのポケットの口の部分、すごくその型崩れして違和感があるわけではないんですが、やはり多少はですね、そういったことが感じられます。全体のシルエットをキープしつつ、いい感じに風合いもシワもサイズも伸ばしてみたい、修正してみたいと思います。ダッフルコートです。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、ダッフルコートの修正が終了いたしました。画像ではですね、あまりビフォーアフター、分かりにくいんじゃないかなと思うんですが、すごくいい感じに仕上がりました。映像で分かりやすかったのはシワなんですけども、大きめのシワがですね、全体に入ってたんですが、ご覧のように綺麗になっております。前身頃、そしてフード、袖全体にあったんですけども、いい感じに綺麗になっております。質感風合いもかなり改善しました。着用なさっても触ってもその差を実感していただけるんじゃないかなというふうに思います。ご利用ありがとうございます。詳しくは染み抜き武田クリーニングで検索してください。